はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、マキシマムラグナロックのスキルを使ったサイバースデッキ紹介していきたいと思います。このデッキなんですけれども、実はめちゃくちゃ強くてですね、でその強さっていうのは上級モンスターも強いし、下級モンスターも強いし、スキルも強いっていう、もう全てが強いんですよね。じゃあどういう風な、スキルなのかっていうと、スキルに関しては、手札を1枚デッキの上かデッキのボトム一番下に戻して、2体まで、モンスター選べます。そいつらの打点800ダウンします。でもちろん相手のモンスターも選べます。で自分のモンスター選んだ場合、アドバンス召喚するときに2体分のリリースにできるんですよ。なんでこういうレベル8とかレベル7の上級モンスターって2体リリースして出さないといけなかったのが、1体リリースで、出すことができるようになりました。なのでそれがめちゃくちゃ強いんですよね。で、主に出したい上級っていうのがこのハイドロドンとマニなんですけれども、マニは墓地のモンスター2体、戻して、で、相手フィールドのモンスターの打点をめちゃくちゃ下げます。でハイドロン、アトラシュートハイドロンっていうのはですね、墓地にサイバース族が3体以上いるときなので、初ターンは効果使えなかったりとかするときもあるんだけれども、墓地に3体以上サイバース族がいるときにデッキの一番上をポロンって送ります。で、攻撃力はターン終了時まで墓地のモンスターの数かける100アップします。なんで例えば10体モンスターがいたら、こいつの打点が3500まで上がるわけです。で、さらにサイバース族が墓地に8体以上いる場合、ワンドローまでつきます。なので、後輩になればなるほど強いっていうモンスターで、この2体をサポートする下級っていうのがこいつ、カオスフェムトロン。これ100枚入れたいね。これはですね、墓地のモンスターがサイバース族のみの時に使える。なんで、墓地にモンスターがいない時使えないのに注意が必要です。デッキの上からカード3枚墓地を送ります。もうこれだけでもこのハイドロンとかマニの、条件を満たしやすくなるのでめちゃくちゃ強いんだけど、さらにですね、その3枚墓地を送った後に、その中にサイバース族の守備力0、守備力0のモンスターがいたら手札に加えることができるんだけど、このですね、ハイドロンと、マニ、どちらも守備力0です。なので、このフェムトロンで落として、こいつらを回収できる、みたいな感じなんですよね。なので、めちゃくちゃ強いです。という風な感じになります。じゃあ、回し方だったりだとか、プレイングの解説、まあ同じか。まあ、基礎の回し方と、こういう時はこういうこと考えながらプレイしたらいいんじゃないか、みたいな僕なりのやつ。そのあたりとかをちょっと共有していきたいと思います。では、リプレイ解説、やっていきまーす。まずはじめは、基本的な動かし方、やっていきたいと思いまーす。こちら、先行ですね。で、ハンドはこんな感じでございます。で、まずこの相手の顔を見て、で、あのデッキを意識しました。なんだっけ、最強はミラーイノベーターが守備貫通あるので、こいつら守備100しかないので、で特にサイバーズデッキって分かってたら守備100までしか入れれないので、守備が全員柔らかいんですよ。だから、守備で出しちゃうと殴られちゃって貫通ダメージめっちゃ痛いんだよね。逆に最強結構この1号打点を抜くのが大変なんですよ。だからこの1号3体を縦で、出してあげると割とまあターン返ってきやすい、モンスターが残った状態ターン返ってきやすいっていうのがあると思います、多分。で、相手がこの盤面してきたんで、まあ最強じゃなさそうかもなみたいな感じではありますね。で、粒子加速、これはサイバース族がいる時に魔法トラップ1枚破壊できるので後ろを抜きに行きます。じゃあグレイモヤでしたね。2体をリリースしてマニをアドバンス召喚。さらに、これがさっき言ってたカオスヘムトロンです。デッキの上から3枚送ります。その中に、これ、アトラシュートハイドロン混じってたので回収。で、デッキにですね、ダークヘムトロンを一番上に戻して、ハイドロン効果発動。1枚デッキポロンして、打点を上げていきます。これで3123ですね。で、殴ってライフ取りに行きます。無力化あるので、まあまあ、最強だったとしても相手も事故ってるし勝ちかなと思ったら、マキシマム召喚来たので、最強じゃなくて、マグナムオーバーロードでしたね。マグナムオーバーロードはめちゃくちゃ打点を上げてきて、殴ってくるんですが、攻撃の無力化で防ぐことができます。で、次。このマキシマムモンスターを処理する手段っていうのは、結構ね、どのデッキも大変だったりとかするんだけど、まずこいつ、ハイドロンの効果を使って打点上げます。
で、マニの効果使って2体デッキに戻してこいつの打点を下げることができます。どれぐらい下げるのかっていうと、自分フィールドのサイバース ×300 ダウンで900ダウンです。なんでこいつ26まで打点下がるんですね。なんで、スキルを使わずとも普通にそれだけで抜くことができるので GG という風な感じになります。というのが、まあ、この、サイバース族のデッキなんですが、まあ、普通にね、相手の高打点モンスター処理するのが、簡単にできるので強いです。で、弱点としては、裏守備のモンスターに対しての、まあ、貫通能力みたいなところが、ちょっと乏しいんですよね。まあ、今、環境的にセットとかっていうのもあんまりないから、まあ、大丈夫だと思うんだけど、割と相手が、下級3体パンパンパン並べて盤面整えてこられたりとかするのはちょっとめんどくさかったりすると思います。まず、ゴーストサイクロン引いているので、ゴーストサイクロンで1枚後ろ破壊してワンドローしていきます。で、カオスヘムトロン、この状態では効果使えません。墓地にサイバースがいないからです。で、ユグドラゴ出して、スキルを使って手札1枚戻して、デッキの一番下に、アドバンス召喚マニでございます。で、カオスヘムトロン効果使って1枚回収。これでアトラシューとハイドロン回収。で、さらに3枚ポロンポロンポロンと落として、ユグドラゴを回収。で、2体リリースして、アトラシューとハイドロンです。で、ここでね、モンスター2、4、6、7じゃないですか。1枚ポロン落としてモンスターだったらワンドロー入るんですよ。なんで、まあ、ここを戻さなかったらよかった、手札に戻せなかったらワンドロー入っててよかったかな、結果論だけどねっていうところではありますね。で、ただ相手が、このデッキなので、マキシマムオーバーロードか。なので、ライフカットを狙いに行かないといけないです。マキシマムオーバーロード相手には、無力化が落ちちゃった以上、もうこっちはガンガン攻めるしかないんですよ、タクとしては。なので、こういうユグドラゴとかでも別に相手に殴られてライフカットされても大丈夫。それよりも短期戦。2ターンぐらいで決着つけたい。相手は、全然ね、パーツ揃ってないから、まだ猶予あるんで、これの次のターンでライフカットしに行って、その次のターンでキル取るみたいなイメージを、持つといいと思います。そうすると手札が結構ゴミだったんで、まずいな、みたいなところではありますね。なんで、こうして、ここを、なんでウィッチの方を殴ったか。これは短期戦したいんですよ。短期戦したいから、より多くライフを取る方を狙いました。なので、僕はこっち、セブンスロードマジシャン残しながらですね。後ろに、妨害札でバッファードスライムっていうのがあるんで、このバッファードスライムが残る限り大丈夫だから。で、このまま殴りに行きます。殴られるんですが、バッファードスライムは戦闘ダメージ受けなくなります。使った後。で、粒子加速もあるので、癖があっても大丈夫っていうシチュエーションでしたね。で、カオスフェルトロン使って3枚落としてマニを回収。で、こうやって出して、さらに出して、マキシマムラグナロックで打点下げながら、こうやって2体出すことができます。これがめちゃくちゃ強いんだよね。で、ハイドロン効果で、これがさっき言ってたやつです。墓地にサイバースが8枚以上あるとワンドローができちゃいます。これが強い。ここで妨害とかを引き込みに行ったりとかできるんだよね。で、マニで、大事なリソースだけ戻していきます。はい。で、あとは殴って GG という風な感じですね。なんで、戻したいのはカオスフェムトロンと、アトラシューとハイドロンとかをマニで戻していってあげると、めちゃくちゃ強かったりとかします。はい。こんな感じですね。まあ、回し方に関しては、だいたいこんな感じ。うん。まあ、このデッキっていうのは、なんだろう。割とライフを取る性能っていうのはすごく高いんですよ。打点も上がるし。で、時間かければかけるほど、ドローもできるし。すごくいいデッキ。特にこのカオスヘムトロンが強いんだよね。なんで、まあ、使ってる感覚はすごくいいなーって感じました。で、相手ブルーアイズですね。ブルーアイズなんで、ブルーアイズはですね、裏守備でこうセットってされちゃうと、結構攻め手がなくて困るデッキなんですよ。なので、このアトラシュートハイドロンは、さっきのターン出したとしてもライフ取れないので、これ貫通札として残しておきます。割とね、このゲームやってて思ったのは、貫通札、要はこの相手に一回攻めさせて、カウンター札か。カウンターをするための札を残すっていうのは大事だなーっていうのは感じました。で、もし妨害札とか十分とかっていうんであれば、
このカオスフェメトロンもカウンター札の一つになるので3枚墓地肥やしもできるし、まあ強い札だと思うので、これもがめてもいいと思いますが、相手の盤面さすがにちょっと処理できてなさすぎるのだったりだとか、まあこっちがサイバースデッキって分かったら、このドラコナイトとかでもさ、守備低いからこっちは殴れて結構3000ダメージ入っちゃうの嫌だなと思って、そこ嫌ったので、カウンター札、返し札のカオスヘムトロンも伏せてライフを守っていくっていう、選択肢を取りました。で、ここ2体出して、はい、相手のモンスターと自分のモンスターを指定してって感じですね。で、これ粒子加速を戻したんですよ。で、戻した後にこのハイドの効果使わないんですよ。これなんでかっていうと、この粒子加速を返し札として使いたいんだよね。だから相手の盤面はこれで処理はしに行きたいっていうか、ライフをカットしたいから処理しに行きたいし、グラビティプレスドラゴン残したくないっていう気持ちがある。あとは後ろに攻撃反応があるかどうかっていうのを俺は知りたくて、この粒子加速は次のターン使いたいっていう感じでした。このターンさ、割とここ結構二伏せしてるところにさ、粒子加速打つ人いるんだけど、俺はあんま好きじゃないんだよね。相手の伏せカードを絞れた後に行きたいというふうに思っています。で、ここ殴っていって、盤面取れ、取りつつ、さらにここ2枚が何も反応なかったです。何も反応なかったにもかかわらず、タムケか、タムケはいいわ。このバック干渉してこないってことは、これがバック干渉でもなければ、なんだろう、その攻撃反応でもないんですよ。さっきのターンに使えるってなると、可能性として考えられるのは、陰陽封刃。でも陰陽封刃だったらこれキル取れてるから、陰陽封刃でもないんだよね。ってなると、まあ、独炎かなーみたいな感じの想像ができるわけです。こういう風に伏せを、絞り込んでいくっていうのが大事。で、殴られるんですが、バッファードスライムはガメます。死なないので。相手が、バック干渉を、この後ろがバック干渉じゃないのってもうほぼ確定じゃないですか。なんで、ここはガメておきました。で、ガメることで相手からしても大したことない札かもしれないっていうふうに思わせつつですね。で、1枚デッキに戻しながら打点をお互い下げていって、リセットランナーでちょっとシャカシャカしました。リセットランナーはデッキの上から1枚カードを送ってデッキシャッフルできるんですよ。これでまあ墓地肥やしをしたいっていうところなんですけど、まあユグドラゴが引いちゃったけれども、ユグドラゴ正直いらないんだよね。なんでデッキのトップに戻して、それを落としてさらにシャッフルすることによっていらないカードを墓地に埋めていくと。で、マニの効果を使って打点を下げに行きます。ここをゼロにしていきます。で、カードに伏せ、これも粒子加速打たないです。だってこれって今腐ってる札じゃん。腐ってる札に対して打つ必要ないよねっていう。で、ここ2体出てきて、ブライトドラゴン出てきて破壊されます。で、ここでずっとがめてたバッファーのスライムを使って守っていきます。で、こうなるんだけど、あとはここが気になるじゃん。無力化とかやばい札があるとしたらここじゃん。ここじゃないでしょ、ここでしょ。なんでそこに対して粒子加速を打つ。で、カオスフェルトロン効果使って3枚落として、そのうちの1枚回収で、出してマキシマムラグナロック使って相手の打点下げながら、アトラシュートハイドロンっていうのは、よいしょ、こんな感じで打点を3000いくらとかまで上げることができるので、これでキルを取りに行くことができます。これで GG というわけですね。というわけで、まあラッシュはある、まあ結構カードプール狭いんだけど、そのデッキによって何ができる何ができない、どういう勝ち筋を追いたいみたいなのが結構ね、知識的な部分でまあ大事になってくるかなーっていうのは感じました。なので、まあ僕としても、もっと覚えていかないといけないと思うんだけど、ただ、各対面の動きが分かったら、あとはそれの応用なので、まあ、ラッシュに関しては、少しやれば、あとは遊戯王力がかなり試される、まあ、競技かなっていうのは感じました。まあそういう意味で、僕は今、ラッシュデュエルやっててめちゃくちゃ楽しいですね。なんで、ぜひぜひサイバースデッキ、強いデッキとなっておりますので、参考にしてみてもらえると嬉しいです。というわけで、今回動画いかがだったでしょうか。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。